どうも、ワニです。そしてこちらはスーパーで買ってきたうずらの卵を23日温めたものになります。うずらは基本的に17日で孵化すると言われているんですけども、まあ、前後する可能性もあるんで、まあ、一応20日ぐらい温めて様子を見ようと思ったんですけども、一応ね23日間温めましたけれども、以前の動画で紹介したように1匹は孵化したんですけれども、それ以上孵化することはありませんでした。で、今回はこちらの孵化しなかった卵99個を剥いてみて、中がどうなってるのかっていうのを見ていきたいと思います。そう、スーパーで売ってる卵なんで基本的には無精卵のはずなんですけれども、中にはね孵化こそしなかったものの途中まで発生が進んでいた有精卵があったかもしれないんで、それを開けてみて有精卵の割合がどれぐらいなのかなっていうのを見ていきたいと思います。早速開けていきます。黄身だね、黄身だね、黄身だけど、黄身だけど中が固まってる液体じゃない黄身ですね。これはなんかどっかしらに若干空気の穴が開いてたりして乾燥してしまったって感じなのかな。おお、全部黄身だな。はい、というわけで孵化しなかった卵を99個開けてみましたが、一つの有精卵はなく、すべて中身は黄身でしたね。前回やった時はこうやって帰らなかった卵を開けてみたら、発生仕掛けで止まってしまってた子が3匹ぐらいいたんですけども、今回はそういったことも一切なく、全部見事に無精卵でしたね。で、なんかどうやら冬の方が有精卵の確率が低いらしいです。有精卵あんまりいないらしいです。前回の動画のコメント欄でうずら園で働いてるという方からコメントがあったんですけれども、冬は親鳥を処理していることが多いので冬のうずらの卵が有精卵が少ないですっていうことだそうです。まあ生き物なんでね、繁殖シーズンっていうのがそもそもあって、冬はあんまり繁殖しない、そもそも有精卵が生き物として作られづらいとかあるのかもしれないですね。他の鳥とかも普通に交尾させても冬の卵の方が孵化率が低いとかあるらしいですからね、まあ、そういった時期に有精卵狙っても確率が低いんで、そもそも交尾をさせてないっていうことなんでしょうね。以前発生仕掛けの子が出てきた時は夏にやってたんで、有精卵の確率が高かったのかもしれませんね。という感じで孵化しなかったうずらの卵を99個を開封してみた結果、有精卵は一つもありませんでした。今回生まれてきたこの子は本当にたまたまかなり低い確率の中をくぐり抜けて有精卵が混じり、その有精卵をたまたま俺が買って温めてたまたま生まれてきたという、本当に奇跡の子だったということですね。この子は今生まれて4日目ぐらいかな。見ての通りものすごく元気です。今後もこの奇跡の子の動画出していきたいと思いますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。